そのいい意味でこう車がちょっと重たくなったような、まあ、重厚感というかね、地面にくっつく、まあ、こう量が増えるというか、まあ、全然違います。もう走り出しから違いますね。まあ、いい感じですね。速やかになって、ありがとう。あ、いいですね。今みたいなものもね、こうちゃんと1回でこう収まってくれて、さっきまでがこう、なんだろう、路面追従しきれなかったところもちょっと追従できるようになってるのかなという感じがしますね。装着はちょっとこうなんかまるでダウンホース出ちゃったのかなっていうぐらいですね、こう地面にグッと車が重くこうくっつくような形だったんですけど、はいはいはい、はい、ということで後半はですね、はい、この GR86 に前半でラジエーセーブラジエーター BI を試していただいたんですけど、はい、セブボディ OS というです、ね、このポジション、こちらですね、はい、これを、はい、これ前はセンターに真ん中に置いて、はい、真ん中に置きましたね。でそれはセンターオンというんです、はい、このボディ OS はセンターに1個でもいいんですけど、シートの下に2個っていう装着もあって、はい、今回はもう一番人気のシートの下に2個、はい、だからお尻の下に今ついてます。そういうことですね、はい、このバージョンで贅沢な2機掛けで2機掛けで、まあ、ラジエーターはね、かなりいい評価をいただいたんで、はい、あのラジエーターの、ね、あの動画見たい方は、うん、ぜひ前回の前編見ていただいて、このボディオンはあのこの乗り心地系なんですね。そうですね、こちらもちょっとさっき一度ね、あの素の状態で試乗コース行ってますけど、はい、まあ、結構あの凹凸の多い道だったので、そうなんです、はい、結構これも差が出るんじゃないかなと思って、はい、楽しみにしています。ぜひぜひ、じゃあちょっとこれからですね、ボディオン S2 個つけた状態で、はい、片岡さんにテストしてもらいたいと思います。よろしくお願いします、はい、お願いします。あ、早速ちょっとボコボコのところでですね、なんでしょう、まあ、跳ねるはもちろん跳ねるんですけど、なんかなんだろうな、収まりが変わるというか、さっきのがこうバタバタしてたとしたら、こうちゃんと吸収するようなね感じがしますね。なんでしょうね、こう沈む方に何かこう変化を感じるというか、なんかこう体がちょっとね、こう低いところに行ったような気がするというか、このさっきこの段差のところとかもですね、なんだろうな、ちょっとこう周波数が変わって、さっきよりも多分その収まりが良くなってるような気がしますね。さすがにあそこまで連続する振動だとバタついちゃうけど、こう普通のボコンっていうぐらいだと、なんかまあそのいい意味でこう車がちょっと重たくなったような、まあ重厚感っていうんですかね。だからさっきまでちょっとこう軽くてバンって跳ねちゃったものが、なんかちょっと重さを感じることで、こう地面にくっつく、まあこう量が増えるというか、ちょっとでもちょっとセッティングが重いなこれ、少し、はい、ちょっと場所を戻って一回変えていいですか、はい、ええ、結構こう戻りが早いというか、やっぱこうちょっと吸い付けられちゃいますね、上がる感じと戻る感じで、ちょっとその戻りがこうグッと早いというか、違う、もう走り出しから違いますね。よかったです、はい、全然軽くなった。あ、なんか全然ね、車の動きが、あ、いい感じですね、しなやかになって、ありがとうございます、はい、まあ、やっぱこう収まりっていうか、なんだろうな、その動きのなんかスムーズさというか、あ、いいですね、今みたいなところもね、こうちゃんと1回でこう収まってくれて、装着前と比べるとこう
まあ、設置感は増えてるんですけど、まあ、そんなにこう嫌な感じじゃなく、うまく路面をこう、まあ、広い、さっきまでがこう、なんだろう、路面に追従しきれなかったところも、ちょっと追従できるようになってるのかなという感じがしますね。そして2つと1つの差もすごい。すいません。ちょっとさっき2個でやっていただきまして、ねはい、はい。ちょっとあの、2個装着が。2個装着はちょっとこう、なんかまるでダウンホース出ちゃったのかなっていうぐらいですね、こう、地面にぐっと車が重く、こうくっつくような形だったんですけど、はいはいはい、でこれ今一つにしたら、うん、なんかその重さが取れて軽くなって、あれでももしかしたらサーキットとかだったら、いやそうなんです。だからあれはね好みによってはあの二つ使ってぐっとこう車の重厚感を上げていくっていうのも一つかなとは思いますけど、まあ、こっちのただ一つの方がこう楽に乗るっていう意味ではいいかなと思いますね。うんうんうん、ありがとうございます。まあ、逆にでもねなんかこう。一つ二つバージョン両方乗れたことで、はい、そんなに違うのみたいな嬉しいですね、はい、あとはまあ場所もあるんですかね。あります、はい、はい、うん、まあ、一つの方が単純に乗り心地が、まあ、良くなりますよっていう感じで、なんか二つだとちょっとこうどっちかとパフォーマンスを上げにいってるような感じもするかなと。あ、いいですね。今ね40キロぐらいでのドンドンっていうところなんかは分かりやすいですね。20キロのところのドンドンも多少は分かるんですけど、多少こう速度が上がってくる方がもちろんエネルギーが大きくなるので、そういったところで見た方がより分かりやすいですね。あのすごい差を感じますね。ただなんかそのやっぱ一つつけたことで、なんだろうな、元々の軽さよりはちょっとこう接地感というかは感じるんですけど、ただあの2個つけた しまった時みたいなこうグーっていう感じじゃなくて、ほんと程よくその 安心感につながるこう乗り心地の良さですよね。じゃあ片岡さん的には街乗りだと、まあ、1個、まあ、車にもよりますかね。まあ、そうですね、まあ、ただやっぱサーキットだったらあの本当に2個ぐらいつけたあのこう接地感は、うん、実際どれぐらい結果に影響するのか見てみたいかなって気もしますけど、うん、あ、ぜひぜひあの、はい、今度片岡さんの車でこちらも合わせてお願いします。はい、はい、お願いします。あ、すごいですね。でも本当にこの数装着位置、うん、でこれだけ明らかに違うっていうのは、逆に言うとその探すいい場所を探す旅に出たら永遠たどり着けないかもしれないですね。探す旅あの迷われる方いらっしゃいますね、はい、まあ、もちろん多分ね日によったって違うとは思うんですよ、その車のコンディション、路面のコンディションによっても、はい、まあ、なのでね、まあ、必要に応じてつける位置を変えるというのも一つの方法ですよね。いや、これはなんかもう少しこう箱根みたいなところで試したいなって気がしますね、はい、行きたいですよね、はい、またじゃ あのどっかでまた別企画で、はい、まああの街乗りでもね分かるんですけど、どっちかこのボディのやつは、まあ、もう少しこうボディにストレスをかけたシチュエーションで試すともっと分かるのかなっていう気がしますね。それこそあれですね、あの機会いただければモバラとかでやらせてもらっても面白かったんだよね。そうですね、またさっきのところでもテストできれば面白いかなと思います。コーチングの時にズーズーしくお邪魔しようかな。それでみんながタイムアップしちゃったらね最高ですね。最高ですね。じゃあ、はい、ということで、はい、さんありがとうございました。なかなか面白いテンションになりました。ちょっといろいろと、あの、ありまして、はい、最初2個付けで、行ったんですけど、はい、ちょっとね。いや、なんかね、ぐっとね、こう、下に引っ張られるような、まあ、重厚感、はい、まあ、こう、なんだろうな、重たさみたいなものは、感じて、ただその狙ってた乗り心地っていう意味で言うと、はい、まあ、どっちかというとこう接地感が増してしまったので、うん、まあ、ちょっとそれはどうかという。そうなんです。あの今回は乗り心地を方面で僕も行きたくて、で、あれこれ結構違うなと思ったんで、そうですね、はい、まあ、我々で僕は嫌いじゃなかったですけど、あ、そうですよね、はい、多分片岡さん的にはなんか接地感が増えて、うん、まあ、なんかグリップ増えそうだ増えたのかなという感じがしましたけど、はいまあ、ただあのちょっと狙いとは違うということで、はい、今回の動画は狙い違ったんで、
1個に変えていただいて、はい、でセンターにあのシフトモードの前に置いてあのやりました、はい、そしたら結構良かったですね。そうですね、非常に、まあ、まず未装着から2つ装着でこうグッとこう設置感が増えたやつが、はい、まあ、1つにしたこと、また場所をまあ真ん中にしたことで、うんうん、非常にその車の軽さと、うん、その設置感のいいところに行ったというかですね、はいはいはい、まあ、もちろんあの未装着と比べると、うん、まあ、装着一つしたことで、うん、こう路面への、まあ、設置性みたいなものは上がってるんですが、うんうん、ただその重さのないこう、まあ、いい設置というかですね、2つだと結構グッとあからさまにしてたので、まあ、非常に今回はそのなんか未装着2つ1つっていう、まあ、いろんなバージョンを試せてですね、はい、それぞれにあの体感があったので本当ですね、はい、いやなんかあの不思議な感じになってしまう。普通逆じゃないですか。1個つけて2個つけてみたいな、はい、2個つけてから1個に戻すんで初めてのパターンなんですけど、はい、あのあえて私もでも楽しかったですね。本当あの面白かったです。ありがとうございます。まあ、今回はですね、うちの方で用意した GR86 だったんで、はい、ぜひまた片岡さん あの愛車の方でもそうです、ね、はい、ぜひつけてもらいたいなと思いますし、はいはい、まあ、みんなレースもあのセブン1と応援してますので、はい、前回優勝もされてますの です、ね、今年も本当にシリーズ狙って頑張っていただければと思います、はい、ありがとうございます、はい、ということで、今回は、片岡達也さんに、セブラジエーター BI とボディオン S をインプレッションしていただきました。今日本当にお忙しいところ、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。また引き続きよろしくお願いします。ありがとうございます。失礼します。